こんにちは、現代アーティストの山口正人です。よろしくお願いいたします。今日はですね、マルセルジュシャンとうとう来ました、えー。ちょっと恐れ多くもジュシャンについて話させていただきたいと思います。えっ、ー、と二つの本をですね、ちょっと読みまして、このジュシャンは語るというものと、えー、マルセルジュシャンアフタヌーンインタビューという二つの本をちょっと読ませていただきました。これすごく。 面白かったです二つともでまあデ、まあ、ュシャンっていうと神ですね一言で言うとこの人を超える人はいるのだろうかとダミアン・ハーストであってもジェフ・クーンズであってもやっぱりデュシャンには勝ててないんじゃないかなっていうもう永遠のもう巨大な。 壁ですねで、まあ、ちょっとこれを話さないと,、まあ、ちょっと次に行けないと思ってなるべく早くこれをやりたかったわけなんですがえー、っとですねちょ僕もこれを読んで改めてちょっと無理だなと思いました圧倒的なストイックさそしてユーモアを、まあ、人生を通してあのプレゼンテーションをしたそのス,タイスタンスであったりとか。 まあちょっと次元が違うすぎるなという感じなんですが、まあ、ちょっと簡単にまず洗いますあのどんな人なのかちょっと、まあ、毎度毎度ありがとうございますアートペディアさんの記事を参照しながら説明していきたいと思いますと、えー、1887年生まれ1968年まで生きて存命でしたと81歳長生きですね。 マルセージシャンはフランス生まれ晩年にアメリカに帰化した画家彫刻家チェスプレイヤーチェスが大好きです、えー、ダダイズムの編集をしたり泉のようなコンセプチュアルアートを発してダダとは深い関わりがあったもののまあダダではなかったと結構あの結構この人つるむの嫌いみたいであんまりその。 なんだろう当時の芸術グループにそんなにこう足を突っ込むってことはなかったと,かあとこれ面白いですね反芸芸術術ではなく無芸術シュルレアリスム運動が始まった2020世紀初頭に反芸術とか未来主義っていうのがあったわけです、まあ、アート自体を否定するっていう。でその確かにこの本を読むとデュシャンは。 アートを否定するっていうよりかはアートを無にしていくようなアプローチをしてたような印象がありましただから明らかにその既存のものに対する反抗っていうよりかはアアーート自体の価値をを無ににししてていいいいくよよううなプロチたも思思まますと思います。と、えー、ここもすごい重要なことですね目から得られる刺激を生む網膜的絵画として批判。 網膜的絵画っていうのは要は網膜を通して見る絵画つまり視覚表現であること自体がもう受者にとってはもう古いとそんなものはもう芸術ではないぐらいの勢いで彼は言っていたわけですね。アードというのははは視覚表現ででなくてもはや概念である っていうことのきっかけになったわけで、これがまあ結局のところあの現代のアートシーン、現代美術に引き継がっていくということですね。デュシャンは1914年に発表した階段を降りる裸体ナンバーツ。これですね。これはニューヨークで発表された、ちょっとキュビズムチックな絵なんですけれども、これが彼の最後の絵画としてその後はあの。 大ガラスと呼ばれる彼女の独身者によって裸にされた花山サインも、まあ、未完のまま終わってしまったと本人は言ってるんですが67年ぐらいかけて作った作品ですとまあプラスレディーメイドですね、まあ、レディーメイド最も重要な表現なんですけれども、まあ、この、えー、男性用小便器に R マットというサインをつけただけの 既製品をそのまま置くとレディメイドというのはオ,オーレディーメイド既に作られたものをがそれこそアートなんだということをやったわけですね。まあ、デュシャンがやったこと,というのはそれまでその、まあ、前回お話ししたようなシュルレアリストとかがようやくえ頭の中にあるような精神的なものをあのアートにしようということで。 まあ、頭の中を映すというその純粋さをどれだけその発見できるかみたいなことにそのアンドレ・ブルトンを中心に試行錯誤していたんですが呪者の言葉を借りるのであればそのアンドレ・ブルトンは彼はまだまだ網膜的であるとそんなことをやってても、まあ、いつまでたっても大したものに何年ぞぐらいのことを言ってるわけですよ。 そうですねまあ、シュルレアリスムですらそのかなり斬新なものであったのにそれすらもすぐに否定してしまうと,と印象的だったところをいくつか、えー、と説明していきたいんですが一番僕がこれがジュシャンの本質なんじゃないのかなとさっきの「半芸術ではなくて無芸術」っていうことにつながることでもあるんですが。レディメイドをどうやって あの完成させるかという話があったんですがえ何かを選んだらもうその瞬間にそこにあるいろいろな芸術的な断片や芸術的な本質やに価値を認めているとつまりそのこれがいいねとかこれちょっと良くないねとかそういう選別をしている状態ですら彼にとってはも芸術的な価値になってしまうからそういうことすら起きないようなものにしないとレディーメイドというふうにはならないと。 セレクションするのは逆にすごく難しい作業であると工業的に製造されたものまあ物かっこオブジェクトは繰り返されるという利点があって機械が作ったエディションがあるっていうことですとつまりその工業的に何個何個も無尽蔵に作られることによってオブジェ自体の個性をどんどん非個性化されていくと。 まあそれによってそのオブジェの特色っていうのがどんどん損なわれていくとただしそのレディ工業的に作られたものを全部レディメイドとして作品にしてしまうと2万個もできてしまうとだからすごくゆっくりした時間であのその工業的にこれは好きでも嫌いでも全く究極的に無関心なものを選んでいったわけですでその結果 あの一生で10個しか作らなかったとレディーメイドすごいですねまあ僕も昔あの僕の作ってた作品ドットサンプルズというシリーズがあってその虫取りの人がカブトムシとかアクリルにこう密閉して固定化してずっと保存していくみたいのがあるんですけれどもインターネット上にあるアーティストの作品を引っ張ってきてそれをアクリルにあの密閉すると。でそういうい作品を作って でその要はセレクトする行為こそがアートだみたいな作品を作ってたんですけれどももう完全にそこはもう終わってるというかその先を行っているというつまりジュシャンはそのアートの価値芸術というものの,その存在そのものを否定するということをやったわけですね。 だからそのレディメイドの本質っていうのはそこなんですよ何でもないっていうところを表現してるわけですね。つまりその見立てのようにあの既存のものが便器ってこれ泉に見えるよねみたいな,なんかそういう見立て的なものっていうのは実は本質ではなくてそのなんだろう芸術的な感性とか芸術的な表現とか。 根底から、まあ、否定というか、無のものにしてしまうようなまあ、そういうメッセージがあったんじゃないかなというふうに思いました。えー、レディメイドの選択では何が決め手となったんですが、っていうところですね。外見に惑わされないようにしなければなりません。あるオブジェを選ぶというのは大変難しい。半月、こう、それを好きなものでいるか、それとも嫌いになっているか分かりませんからね。ここからですね。 美的な感動を何にも受けないような無関心の境地に達しなければいけませんとそうなんですよ無関心なものを作品にするなんでそんなことをやろうとしたんですかね <laughs> まあ当時はその急激にそのアートとは何だっていうことが その一気に進んででったわけですよね、まあ、印象派の画家が光を変化させてどんどんアートが主観的になりピカソがピカソやブラックがキュビズムにとって視覚表現の造形を変えてでそれが精神になってみたいなどん,どん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 すごいスピードで変化していく中でそのジュシャンはもう本当に最後の最後の究極的なところに向かっていったわけです。ジュシャンはですね はい、もう本当にその他のアーティストについてどう思いますかとかっていや別にあいつは大したことないし別にてか僕そもそもアート興味ないですと彼自身のスタンスというのはアートに関してもアーティストに関しても常に無関心な立場っていうのを貫いてるわけですね。レディメイドというそのャンの手段というのは、えーまあ、僕もあまり知らなかったんですが。 実際に彼が評価され始めたのっていうのはアメリカでラウシェンバーグとかジャスパー・ジョーンズとかっていうかな40年代か50年代ぐらいにその出てきたアーティストたちが有名になった時にそこでやっとジュシャンの評価っていうのが再評価されたらしいです。でそれまでははュシャンっていうのは 大きなな評価がなかったわけですよね本を読むとすごい思うんですがそのどうやって生活してたんですかとかっていうと「いや僕はあのフランス語の先生をニューヨークでやってました」とか本当に全然お金を裕福じゃないんです元もともと家は裕福だとは思うんですけれどもデュシャンの芸の術家としての人生のほとんどはほとんど多分この人お金持ってないんですよね。 だから昔は税金がなかったのに最近は税金というものが一般的になってきて金を払わないといけないとか結構なんかこうケチくさいことを結構言ってんですよねお金に関しては。まあデュシャンは60年代まで生きていたのでこれもすごいことなんですけどアンディ・ウォーホルとかが活躍し始めた頃にまだデュシャンは生きていてでこのインタビューというのはちょうどその、ね、アンディ・ウォーホルとかが出始めた頃の インタビューなんですねでその中でデュシャンがその若干そのウォーホルについても触れていてえっ、ー、とですね、まあ、なんかもうデュシャンって何聞いてもあのいや別に興味ないわとか別にアートについて批,判あの批評する気もないわみたいな,なんかそんなスタンスを取っている人なんですけれどもえっ、ー、とですねこのポップについてはちょっと面白いねみたいな。 ことを言ってるんですよそ,のなんだその60年代の頃に「何か面白いのないですか?」みたいな質問に対して「えー、ポップはかなり新しい」「オップアートもそうで」「オップアートっていうのは、えー、ちょっとまあこれオップアートもまた話します」まあ「ポップやオップアートが面白いですと」と、まあ「ただこれずっとやってたら飽きるでしょう」と「持、まあ、って30年ぐらいかな」みたいなことを言ってます。 ウォーホルとかがやっていたそのポップアートってアプローチは時際にとっては結構なんかユーモアがあってくだらない要素もあって意外とこれはまあ悪くないかなみたいなふうに思ってたのかもしれませんあと結構この興味深かったのが「ニューヨークとパリで芸術的な雰囲気はどう違いますか?」っていう質問があったんですけれども。 まあ結論から言うと、まあ、どっちもそんな変わんないよみたいなまあでもアメリカの方がまあちょっと居心地いいけどねみたいな今結局面白いのは面白いというかそのアートの中心になる面白い可能性のあるところってニューヨークでもパリでもないとなんとジュシャンはですねもしあるとすればそれは東京になるでしょうと言ってるわけです。そうですこの年代 あのニュえー、とパリからニューヨークに移ったアートの中心地はひょっとしたら東京になるんじゃないかなってジュシャンは言ってたわけです、まあ、ちょっと現実的にそれが今かなってないっていうのはすごいちょっと寂しいですよね、まあ、僕のその個人的な解釈としてはえっ、ー、とそうだないやマルセル・ジュシャンはアートある種の まあ、ゲームと捉えてそのアートっていうゲームの中の最適解をまあ示したと。ジュシャンはそのレディメイドというあの概念を発表してからあの非常に緩やかに時間をかけてあのちょっとずつ作品を発表してアートにおいて積極的な批評もせず。 積極的な参加もせず面倒くさがってくだらないことには興味がないと、まあ、ただゆるりと過ごしていたいんだという何もやらないという態度を示,す示し続けることで過去に示したレディーメイドという概念の威力をどん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 ,どん強くしながらあのなくなっていったわけですね。そののパフォーマンスというのは いまだにその誰もが超えることができない中その調べれば調べるほど僕もこれを読めば読むほど彼の,そのアートの凄さってアートにおける彼のパフォーマンスのすごさっていうのがどんどん強大なものにいまだに成長している感じを感じます。はい、そんなな感感じじででちょっとジリジリな感じではございますが マルセル・デュシャンについてお話をさせていただきました、えー、ありがとうございます